を聞いてくれます？お願い。私を食べて、そして私の代わりに最後まで見守ってあげて。わがままですか。本当にわがままな子ですね。あなたの代わりに、あの子の選択を見届けるしかなさそうですね。継承者として生まれた姫だけが、この衛星の海を守れる。皆がそう言っていた。でも、私だってここを守りたい。この美しい国を守りたい。あなたのことをどうしようもないくらい羨ましく思った。そのせいで私は初心を忘れていた。血の定めが全てじゃないと証明したかった。あなたならできるよと母上に言ってもらいたかった。いつの間にかその考えに取りつかれてしまったみたい。でも血の定めなんて関係ない。この海を守りたいという気持ちさえあれば、皆を助けてあげたいという単純な願いさえある。選ばれなかった私でも皆を守れるはずだ。見ていなさい。誰一人見捨てない。衛星の海を守りたい気持ちだけは誰にも負けないから。私は今、人生で一番幸せです。レイこそがこの衛星の海の継承者です。あなたには、あなたには、あなたの幸せのために生きてほしいのです。定めなどにとらわれず、好きな人生を歩んでほしいのです。なぜなら、
あなたも私の大好きな姫ですもの。あなたとの約束を果たしましたよ。あなたの代わりに最後まで見届けました。本当にわがままな子ですね。自分の意思に任せるべきだったかもしれません。それであなたも心残りがなくなったはずです。線も霊も立派に成長して一人前の姫になりました。